ふとこんな疑問を感じました。相手から送られてくるお邪魔の色はランダムなので、完全に放置していても運が良ければ勝てるのではないか。この疑問が1年に及ぶ戦いにつながることになりました。まず相手から送られてくるお邪魔について説明します。ヘキサゴンの場合は同じ色が2個とそれ以外の色が1個ずつきます。ピラミッドの場合も同じ色が2個とそれ以外の色が1個ずつきます。ストレートの場合は同じ色が2個ずつくっついた形できます。このように相手から送られてくるお邪魔は完全にランダムではなく、特定のパターンに沿った上でのランダムになっています。しかもそのパターンは色がばらけるようにできているため、お邪魔で技ができるのは想像以上に困難を極めます。多くはボールが6個以上つながることすらなく負け、 99% 以上は技ができずに負けていきます。そんな中で技ができた試合を見ていきましょう。他の技と比べて圧倒的にできやすいのが斜めストレートです。理由は2つあり、1つはヘキサゴンのお邪魔が対角線に同じ色があること、2つ目はストレートのお邪魔が斜めに配置されていることです。さあ青のストレートがリーチというところで、これが青が決まらないが、まさかの黄色ストレートが完成していく。しかし勝ちには至らない。さあまさかのこれが上部にはみ出た横ストレート、これはお邪魔を受けてでしか作ることができない超レアな役ですが、次が続かない、次が続かないので勝ちには至らない。赤トリプルからのお邪魔を受けての逆ピラミッドが完成しますが、これも後が続かない、負けてしまう。圧倒的にできる確率が低いんですが、威力が果てしなく高いのがヘキサゴン。この勝利の鍵はヘキサゴンが握ると言っても過言ではない。さあ消えて消えて消えて、緑のヘキサゴン、ここで黄色ダブルが来ていればという感じです。さあ次は連鎖です。さあお邪魔を受けて受けて受けての赤ストレート、次につながってほしいところからの青のピラミッド、お邪魔の量は相当ですが、その後が続かない、そして負けてしまうと。さあお次は2段階です。技が完成してから連鎖ではなく、しばらく経った後また技ができるという珍しい展開です。さあこの青のストレート決まっていくが、このまま連鎖はしない、このまま負けてしまうと思ったんですが、ここでなんと技ができます。さあお邪魔が2個入っての赤ピラミッド、ここで連鎖してほしいところなんですが、連鎖がなかなか起きてくれない、これはこのまま負けてしまいます。さあ次は珍しいストレート4発です。さあこれ緑のストレート、上に3段はみ出したストレートです。珍しすぎる、お邪魔を受けないとできることがないという技です。さあここで連鎖が起きないんですが、紫のストレートが打ってくださいとばかりに出現している、2個必要のリーチ。さあこの紫のリーチが入っていくからの赤ストレート、そして青のストレート、このストレート3段落としでさすがのコンピューターもこれは苦しいと思いきや、全く効かないという、ストレートはどれだけ打っても無駄です。無慈悲ですね。さあこれがすごい惜しかったやつです。
さあ負け確定と思ったところからのまさかのずれ込んで黄色のヘキサゴン。さあヘキサゴンお邪魔36個からのストレートが入っていく。そして赤のピラミッド、相手の盤面がかなり競り上がっていますが、ここで紫が消えて赤のヘキサゴンが完成してしまい届かない。これはダメかと思ったところからの、これがまさかの青のトリプルを積もってしまい、最上部でヘキサゴンが完成してしまう。しかしこれが後に続かないので、残念ながら届かない。無慈悲にストレートが刺さっていく。さあ、こちらが勝利試合です。さあ CPU、まずは逆ピラミッドを打っていきます。さあ、1P、未だに半分も届いていない自由落下、そのうちに CPU がヘキサゴンまで打ってしまう。通常ならばもう負け確定と、普通の試合ならば負け確定のところなんですが、これが予想外の展開を起こしてしまう。さあ、ピラミッドとヘキサゴンのお邪魔が降り注いで、コンピューター、これダブル打ち、ピラミッドと逆ピラミッド。さあ、致死量まで及ぶ48個のお邪魔。2回目の自由落下が着地していき、ここからどうなる？まさかのこれ、黄色が無からヘキサゴンが完成してしまう。さあ、黄色のヘキサゴンからのずれ込んで赤のヘキサゴン、お邪魔72個からの青の逆ピラミッド24個追加、そして紫のストレートが決まって、ほぼ全消し。これが刺さっていく。ぜひ、高評価とチャンネル登録、お願いします。ご視聴ありがとうございました。